日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日はアウトプット勉強法について。アウトプット勉強法、はい、皆さんおはようございます。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。ポッドキャストはと言いましたね。元気があるときはそのとはとなりますね。とはあちゃー。今日は少しコーヒーを飲みすぎましたね。僕はいつもコーヒーを一杯飲みます。一杯じゃないですよ。一杯だけ。だけど今日は2杯飲みましたね。2杯。一杯コーヒーを飲むと、ポッドキャストはこれぐらい。2杯コーヒーを飲むと、ポッドキャストはこれぐらい。3杯コーヒーを飲むと、ファイヤーだ。まあまあまあ、ちょっとうるさくなりました。ね。今日はアウトプット勉強法について話したいと思います。アウトプット。前回インプット勉強法について話しました。たくさんのインプットが大事です。たくさん聞く、そしてたくさん読む。これはとてもいいことと言いました。今日はアウトプットですね。たくさん読んで、たくさん聞いた後は、たくさん話してください。たくさん話さないといけません。勉強には、インプット。これが勉強ですね。勉強という言葉。これはインプットすること。アウトプットは、練習。練習ですね。プラクティス。やっぱり、勉強した後は、練習をしないといけないですね。そして練習をすれば、ね、アウトプットをすれば、あ、僕はもっとインプットをしないといけない、もっと勉強をしなければ話せるようにならない、ね、話したい、だからもっと聞く、そういうふうにいいサイクルが生まれます、ね、勉強のいいサイクルが生まれます、ね、生まれるというのはできるみたいなことですね。いいサイクルができる。サイコ、ね、このインプットアウトプット、インプットアウトプット、インプットアウトプット、ね、リッスン and スピーク、ね、そういうことですね。たくさん聞いてたくさん話す。そしてライティングですね。もちろんライティングも良くなりますよ。例えばたくさん読めば漢字が覚えられますね。そして、まあ、書けるようになります。日本語を書くのはとてもとても難しいですね。まあ、だからちょっとね、最初は書くことは少し、ちょっと、まあ、リラックスしていいと思います。ね、そんなに、心配しなくてもいいです。まずは、たくさんのリスニング。そして、たくさんのリーディング。そして、たくさんのスピーキング。ね、これで日本語を勉強してください。頑張りましょう。それではまた。チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。またね。